原本着色、花は保木市造筆、個人像、福島県指定重要文化財、東京大学資料編纂書本館和学講談書、または和学書は、完成5年に、花は保木市が創立した和学の研究、教育機関。公明の、恩子堂は、松平定信の命名による。資料は、東京大学資料編纂書や恩子学会会館に、引き継がれた。 跡地は、花輪県業和学公団所跡として1955年3月28日に、東京都旧跡に指定されているが、跡地であることを明示した標柱と名板は現在、撤去されている。和学公団所は、花輪保木市が江戸幕府から、設立許可と下付金を得て創始した。当初は、工事町に開設されたが、後に、表六番町に移った。 1795年には4カ所の町屋敷から年々の上納金50両をカフされて雑費に充当することになり、和学御用筋は林大学等支配に入ることが定まった。保木市は和学講談所で多くの門弟を育てるとともに、水戸藩から依頼された第二本史の構成をはじめ数々の資料編纂事業を行った。1819年には、 着手してから四十一年をかけた、軍書類中の観光が実現した。また、和学講談所の公名は、保吉市の依頼により、松平定信が、論語の、温古地震から取り、温古堂と名付けられた。その他、盲目の保吉市がいる番長の和学講談所へ、門弟が学びに通う様を風刺した、番長で、目や気紋に道を聞きという川流も読まれた。和学講談所は、 キイチの死後もこの忠富、その子の忠次に継承されたが、資料編纂事業は幕末に、忠富が尊上派によって暗殺されたことで停止し、江戸幕府が崩壊した1868年には、和学講談所も廃止された。その後、和学講談所が所蔵していた資料は、明治政府の収支局を経て、東京大学資料編纂所に引き継がれ、資料編纂事業も、 大日本資料の編纂と刊行という形で継承されている。和学講談書後の表中と名番音子学会会館東京都千代田区三番町24。時の様子は音子学会会館で見ることができる。ありがとうございます。